旅立ってから1年が経過していた。腕に自信のある者はおらぬか。功をあげれば褒美は思いのままぞ。何があるんだ。近々領内で大掛かりな盗賊狩りがあってな。貴様腕が立ちそうだが参加してみぬか。悪いけど興味ねえな。俺は強そうな奴と手合わせしてみたいだけなんでね。それならば問題ない。賊の女頭領というのが何でも大の男10人がかりでもかなわぬ凄腕の剣士らしい。女？1年前都で反乱を起こした元傭兵団、かの百年戦争では随分と活躍したらしいが。そう、鷹の段だ。鷹の段とその女首領のキャスカだ。なんだと。鷹の段の者か。くそ、仲間を呼んでくれ。なんで鷹の段が狙われてやがんだ。悪く思うな。奴らマジで殺しに来てやがる。先を急ぐか。盗賊団ごときが。鷹の段の噂本当みてえだな。敵に侵入されただと。者ども、出会え出会え。襲撃前に侵入者とは。この国の剣術は単調で幅が狭い。歴史深き我が格闘術の前では子供が木切れを振り回すことと何ら変わらぬ。異国の武術、何者だこいつ。面白い動きしやがる。大道芸でも食ってけるぜお前。よし、仕掛けるぞ。よくやった。貴様との決着はまた今度だ。攻撃開始。
逆賊鷹の弾を撃ち取れ。くそ、そういうことかよ。いいところに現れやがってよ。シャキッとしろ、切り込みたい。ガッツ大将、隊長の戻りだ。切り込み隊の意地を見せろ。ゴッツ、敵がどこかに隠れてるんだ、見つけないと。
あとは呪道とキャスカか。大丈夫だ。キャスカのところへ行ってくれ。貴様が鷹の段の切り込み隊長だったとはな。道理で手強いはず。貴様に我が当術の武具を打ち破ることができるかな。つくづく大道芸人が似合ってるぜ、あんた。剣士にしとくには惜しい。雷鳴の意、人雷のごとき威力の我が武術最強の武具、とくと味わえ。
ィスが。信じらんねえ。あのグリフィスがどうして。ガッツが出て行った後、グリフィスすごく落ち込んでたよ。俺思うんだけど、グリフィスはきっとガッツとのことで。この一年で仲間は五分の一に減っちまった。もう軍隊なんて呼べた代物じゃない。だが、それでもマシな方さ。キャスカがリーダーをやってなかったら、鷹の団自体残っちゃいないよ。正直、あいつには少々酷だと思う。しかし今の俺たちには、他に選択の余地はない。生き延びるためには。ま、俺たちだって、ただ逃げ回ってたわけじゃない。近いうちに、この一年練り込んだ計画を実行に移す。グリフィスを救出する。ここに残った連中はボロボロさ。だが抜けようってやつはいない。誰もここに残れと強要しているわけじゃないんだぜ。結局ここに残った連中は、骨の髄まで鷹の団ってことさ。勇気だの意地だのだけじゃ、どうにも割が合いやしない。グリフィスを助けるんじゃない。グリフィスなしじゃ始まらないのさ、鷹の団は。いいもんだな、なんだか。帰ってきたところが変わってないってのは、いいもんだ。それはそうと、お前の方は何をやってたんだ、この一年。山にこもってこいつを振ってた。で、見つかったのか、例の。正直まだわかんねえ。だけど一つだけわかった。いや、感じた。どうやら俺はこれを振る以外のやり方じゃ何も実感が持てない。何も答えを出せない性分らしい。真顔でそこまで言えりゃ上出来じゃ。よろしく頼むぜ、切り込み隊長。元切り込み隊長だろ、コールカス。俺たちが一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。そんな野郎を仲間なんて呼べるかよ。まあ昔のことは目をつぶるとしても、今のてめえは正真正銘のよそ者だ。けじめだけはきっちりつけろよな。ああ、分かってる。